が武蔵野森に立つ施設ですので、周りの緑に馴染むような施設作りを心がけてきました。特にオリンピック・パラリンピックが来るということで、レガシーとしても強い記憶に残る施設になれば嬉しい限りです。こちらのメインアリーナに関しましては、3次元的な曲線を用いた特徴的な建物なんで、それに伴う鉄骨工事だとか、足場の工事関係ですね、2次元の図面では表せない感じの大変苦労があった仮設物だったと思います。大空間の中の競技場ってことで、選手たちが扱うってことがあって、床レベル関係の仕上げに関してすごいシビアにやってるなっていう感じがしました。おそらくもう二度と携われないような大きなプロジェクトに携われて、非常に幸運になっております。オリンピック・パラリンピック後もですね、都民の方々に喜んでよかったねと言ってもらえるような建物を出して竣工まで頑張っています。